はい、今日は逆三角形の体を作る、一押しのエクササイズを紹介していきます。で、まあ、僕の一押しはラットプルダウンももちろんいいんですけど、自重を使った懸垂をワイドグリップでやっていきます。で、まあ、ワイドグリップで懸垂を行うことによって、幅のある広背筋を作ることができます。まあ、やり方としては肩幅より広くグリップを持って力を入れるのは小指側、まあ、小指、薬指側で力を入れて肘を体にしっかり引きつけるように胸を張って上がっていきます。まあ、懸垂ができない方は、ラットプルダウンをやってください。で、まあ、懸垂もできないし、ラットプルダウンもないという方は、まあ、誰かに補助してもらって懸垂をするか、もしくはジャンプして飛びついてトップポジションからゆっくりネガティブ段階、この下ろす時に効かせながら下ろす、ゆっくり下ろしていくやり方でやってみてください。まあ、ここの広背筋、ここをしっかり発達させて、逆三角形の体を目指して頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。